拝啓竹之内豊様。どういう企画ですか？僕たち実は竹之内豊さんのドラマちょっと出してもらったんですか？そう、うん、月9ね、一系のカラス、カラス出させていただきまして、で僕ら青春や言うたら、そう、ね、竹之内豊さんなんて、竹之内豊さんなんて生之内豊やばかった、やばかった、やばかった。もうこれはあえて継承略で竹之内豊、めっちゃかっこよかったな。かっこよかった。でそれでちょっと俺らの思いをさ、竹之内豊さんに伝えようと思って。おお、うん、どうする？手紙書いておくろうかな。送る？うん、事務所に。うんうん、見取り図、吉本興業見取り図から。はい、だってめっちゃ好きやん、ビーチボーイズの時から。うん、いやマジで俺ら痛いやつやと思われへん。大丈夫大丈夫、その辺はとりあえず手紙にしよう。ああ、で、ちょっと届くかどうか、ほんまに思い書きよ。めっちゃ好きやん。いやいや、めっちゃ好きやけど、うん、例えば何やろうな、やっぱビーチボーイズの時か。皆さんビーチボーイズご存知ですか？うん、まあ僕らの青春時代よね。うん、もう当時はね、クラスで反町派か、はい、竹之内派かって分かれるぐらいやったもんね、女の子たちが。そうそう、男もでも分かれてたよ。男も分かれてた。どっちやった？俺竹、俺せーの、竹之内さん。反町。俺ダントツ竹之内さん。ああ、そう。ほんまに。お前書く？いやいや、それはもう無理しない。いや、俺もめっちゃ好きよ。うん、当時ビーチボーイズってこれ世代ね、一緒の人は知ってると思うんですけど、初めてやったんちゃうかな、月9で恋愛以外を描いた作品。あ、うん、男の友情を描いて当時の最高視聴率いったん、うん、ビーチボーイズが。そこから、あ、月9って恋愛の、うん、トレンディドラマじゃなく、なるほど、何でもいいんだ、オールジャンルでやっていいんだってなったという説もあるぐらい、うんうんうん、ビーチボーイズは大ヒットしたからね。はあ、うん、そっからかけるね。なんで俺がビーチボーイズを説明だけだろ。高視聴率とかいろいろ知ってはるやん。俺マジで痛い芸人は思われ。大丈夫大丈夫、ほんまにこれ届いて、いや最後までちゃんと文章をまとめたら大丈夫。当時、うん、最高視聴率でしたの。いきなり、うん、いきなりファンレターの冒頭、うん、当時ビーチボーイズは、いや、ビーチボーイズは米印で、最高視聴でした、米印ビーチボーイズ。どういうこと？当時高視聴率でした、米印ビーチボーイズ。何で分かってくれるから、もうそんな全部言わんでも。なんか変じゃない？いや大丈夫です。米印ビーチボーイズ、これって何かの意味とか、訳が米印で後で注意書きとして出るけど、そう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 、いきなり米印。大丈夫大丈夫、意味分かんない。大丈夫大丈夫、当時最高視聴率、最高視聴率でした、米印ビーチボーイズ。まあ、片言やん、もう。いや、知ってはるやん。で、うん、もうとにかく憧れたよね、うん、竹之内さんと反町さんに、はいはい、僕はその時反町派やったんですけど、今、1K のカラスで直接お会いさせていただいて、うんうん、胸ときめいてます。あ、それも行こう。正直反町派でしたから。じゃあ、激痛やん。そんなん言われたらだるいやん。全部多分書かれたから嬉しいと思うの。正直反町派でした、あの時。うん、で、米印あの時って。お前、米印って意味分かってる。ええからもう、俺も計算なんで、最後この米印が大事になってくる。正直、うん、反町派でした、はい、米印、あの時、何が。ちょ、分かるって、竹之内さんは、あの時なんやなって、うん、でも、一系のカラスでも、うん、一系のカラスで、はい、あの共演ってか、共演させていただきって。あれ、共演って言っていい？共演させていただき。ちょろっと出ただけやね。共演。まあまあまあ、うん、共演させていただき。胸打たれました。胸を打たれました。うん、でも、あれからしばらく俺。あ、いいね、そういうの。そういうのどんどん書いていこう。お前さ、うん、俺の発言待ってる。いや、引き出したって。何を言う？でもしばらくさ、リリーもさやったと、うん、俺はラジオで大騒ぎしたよ。はいはい。しばらく竹之内さんのこと考えてたもん。わかるわかる。なんか男が惚れる男というか、うんうん、男性ホルモンエグなかった。そうそうそう。ほんまに、僕最初、すれ違ったんです、廊下で。うんうん、チンポ歩いてると思ったもん。ああ。マジで。その男性ホルモンすごすぎて。うん、男の俺でも、うん、このなんちゅうね。うん、ね、それもさ、過去や、あの、うん、じゃ次お会いした時はこんなことしてほしいですみたいな。いや
やばい。ちょ、ほんまに。別に何かしてほしいわけちゃうの。ちょ、でもあるよ、それは男として惚れとんやから。もうほんま何でもいいよ、もう。あ、でも、うん。肩とか組んでほしいとか。ああ。次お会いした時には、肩を組んでほしい。激痛ファンだったわよ。次お会いした時は、ぜひ。ぜひ、肩を組んでほしい。肩を組みましょう。何様やねん、俺。さっき、うーん、ちょ、うーん、出た言葉。あの時。あの時。あの日、はい、すれ違った時、うん、うーん、と、なりました。あ、いいね、いいね。そういうの喜ぶからな。うん、で、演技のさ、ちょっとあれも、ダメ出しじゃないけど、ファンとしても。竹野内さんの。うん、あの時、いやいや、あの時見て。で、だからそれやって褒めるからね、あの演技、こうでしたとか。やっぱ演技のこと言われたら、やっぱ役者さんも嬉しいと思う。あの、共演させていただきから。共演がやばい。いやいや。竹野内豊さんの演技は、大変素晴らしく、うん、色気。ははは。色気が溢れ出しており、はい、僕も竹野内さんのような男になりたいと思います。ああ、憧れの気持ちな。憧れよ。いいやばい今んとこ米印2連続から始まってるじゃん。で、あれやろ、その肩組んで会ったわけや。でもしもう一度会えるとするなら何々してほしいですって。じゃあさっきさ、うん、次お会いした時はぜひ肩を組みましょうって言ってるの、うん、その肩の次だから次の日その肩を組んだ次の日会えるとするなら要求多ないよ。そんなんさ、そん時送るわ。いやいや、お会いできた時にまた送る。なんで2回目のもしも書かないの。肩を組んだ次の日もし会えるとするなら。いやいや、おこがましいけど、うん、お食事、あー、いいねいいね、ご一緒させてもらいたい。はいはい、飲みに行きたい。ああ、それも買ってほしい。焼却処分やね。いや、竹野内豊さんの目に届かん。いや、だ一応事務所のスタッフがちょっと呼んで、うん、もう焼却炉ポイン、これ。いや、分からん、もうこんな来てましたよってなるかもしれない。肩を組めた、うん、肩を組めるのが実現したなら、はいはい、肩を組めるのが実現、実現のアレンジ乗ってきたな、アレンジして。その次は、うん、可能なら、うん、お食事をご一緒させていただきたいです。うんうん、これいいね、本当にいいことやな。うんうん、ほんまにかなってほしいし、はい、でもう一回ダメ押しで正直反町派でした。一回だって忘れとんじゃん、その好きな、マジで好きなこと。ちゃちゃ、当時はやから。だからそこの駒印がそのためにもう一回、何のもう一回出るから。駒印がここに効いてる。だからあの時のが駒印、あの時のが駒印、駒印が駒印。あの時のなんで省略せなあかんの。あの時は正直めっちゃ嫌なファンやん。嬉しいって絶対。でも今はどっち派とかな。あ、本当に竹野内豊さんとお会いできて終わったし、うん、今思ったらさ、うん、僕らご挨拶させてもらったやん、はい、吉本見取り図と申します、吉本興業で竹野内豊さんは、うん、竹野内豊さん、これ人生で聞ける人限られてんの。生の声でな。竹野内豊さんに、はじめまして竹野内豊さん、うん、たまらんかったよ。かっこよかった。しびれへんかった。しかもさ、時間めっちゃ早かったからさ、まだなんていうの、ちょっと朝収録やってんの。なんか芸能人モードというか、ちょっとオフモードの竹野内さん見れたというか。そうです、あのオフであんなかっこいい。かっこいい。あんな大人になりたい。いやいや、あれは、うん、ダンディ。無理ですよ、あれはダンディやん。確かにダンディー、うん、ほんまにダンディーやん。あ、それよ。ちゃ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 、ダンディーのダンディー果汁 100% じゃなかった。だから色気、もうダンディーっていう液体を、なるほど、バケツいっぱいあるダンディーっていう液体を雑巾こうやるでしょ、はい、で、びちゃびちゃのその雑巾をギューンって絞ったのがこの竹野内、うん、ほんまにダンディーしかない、うん、ダンディーって文字の象形文字が竹野内さんで、ダンディの象形文字辿ってったら竹野内豊さんやと思う。ちょっとそれ今までのやつ全部含めて長なるから、ちょゲッツって感じ。ちょっとほんまに違うダンディ。いや、分かるから。竹野内さんそういうの分かるから。ゲッツ、あなたはすごくダンディでとかをスラスラ書くように、はいはい、ゲッツだよ。ゲッツって感じ。大丈夫大丈夫、伝わるって。書くけど、うん、送らんどね。だからあれ最後にまとめて一回文字を読んで、で俺がいけるかどうか判断するから。
送れるかどうか。俺も分かってるよ、それは客観的にまだ見れてない。今俺長々言ったこと、うん、ゲッツですもん。いけるいける、ゲッツのみ、ゲッツで米印で一応ゲッツって書いてある。そこ一番大事だから。一番大事なところ。何が。もう書いてんのに。はい、本部の方で。で、ほんまに最後、森氏のほんまに、締めの一言書いて、この手紙を終わろう。で、森山慎太郎って書いて。これ愛伝わる？うん。で、だから最後もう一回ちょっと読んで、俺も客観視できたらいい。よっしゃ、まとめた気持ち、ちょっと読んでもらって。拝啓竹野内豊様、当時最高視聴率でしたね、米印ビーチボーイズ。正直反町派でした。米印あの時でも 1K のカラスで共演させていただき胸を打たれました。次お会いした時はぜひ肩を組みましょう。あの日すれ違ってうんとなりました。共演させていただき感じたことは、演技が大変素晴らしく色気があふれ出しており、僕も竹野内豊さんのような男になりたいと心の底から思いました。肩を組めるのが実現したといたしまして、その次は可能ならお食事をご一緒させていただきたいです。米印は正直反町派でした。しかしゲッツ、米印ゲッツ、僕の人生であなたに一目お会いできたことは一生の宝物です。またご一緒できるよう精進いたします。ずっと大好きです。森山慎太郎。送りましょう。送るか。送りましょう。送るわけないやん。送りましょう。これいいのできたわ。いやゲッツとか書いてるし、何回正直反町派でしたっけ。おいな、冷やかしやん。俺ガチで好きやのに。でも俺も好きや。でも愛情は伝わるかもな、うん、まあ、確かに。こんだけ送りませんけど、うん、でもやっぱ一番恥ずいの、うん、俺のオリジナルの、うん、ずっと大好きです。だからほんまに誰かがなんかどうにかなって、この YouTube が竹野内さんの耳に入らんかな。本当に好きらしいよっていうの、ゆとりずってやつらが。そうなったら嬉しいね、うん、ご一緒させていただきたいな。一生かっこいいわ。なんかジーパンとかくれへんかな。マジで欲しいな。何でもええから。もう死ぬまで履いたんねん。何でもええから欲しいな。靴下とかで。竹野内豊さん、またお会いできるよう精進いたします。大好きです。。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。